ごめん、別れよう。手術の日俺行けないから。なんで？アメリカに行くんだ。あなたは本当に来なかった。私、結婚するの。帰ってきたりしないよね。帰ってくるわけないか。え？先週ちょうど帰国したから久しぶりに会うか。ごめん、少し遅れた。大丈夫、私も着いたばっかり。いらっしゃいませ。あ、すいません、レモンティー2つとアップルパイ2つください。かしこまりました。まだ覚えてくれてたんだね。あ、そういえば結婚するんだったね。そう、前撮りしたの見て。見せて。相変わらず綺麗だね。新郎さんもかっこよくていい男じゃん。大輝は彼女できたの？彼女っていうか去年結婚したんだよ。で、今年妊娠してさ、来年は家買おうと思ってる。子供できた？うん。名前はもう決めたの？まだ、ちゃんと考えようと思って。嘘つき。私に信頼はついないよ。早く来すぎでしょ。あ、これ椅子です。はい、はい、大丈夫です、大丈夫です。あ、これメニューですか？開きってこっちで合ってますか？合ってます。大丈夫です。大丈夫です、大丈夫です。自分に大丈夫です。自分にやらせてください。ごめん、別れよう。手術の日俺行けないから。なんて？結婚おめでとう。